なんですけれどもすぐやる人でやれない人の習慣7選をこちらの文教を参考したら解説していきたいと思います。皆さん勉強したいのに、なかなか行動に起こせない運動習慣を身につけたいのに、今日も怠けてしまったとフラストレーションを抱えてしまった経験ございませんか？というわけで、今回は7つの習慣のうち1つでも実践するだけで、明日からすぐやる人になれる方法をサクサクご紹介していきたいと思いますので、ぜひ1つでも覚えていっていただければと思います。というわけで早速行きましょう。すぐやる人の習慣は1つ目は明日のモチベーションを信じないということです。実は人間のモチベーションにはセンタございまして。その の鮮度が最も高いのはやりたいと思った。その瞬間です。例えば、皆さんは書店で参考書を買ったいいものを明日から始めようと開かずに置いておき、いつの間にか本棚を置にしまい込んでいたという経験はないでしょうか？これこそがやれない人を典型的行動パターンであり、やれない人は明日も高いモチベーションを維持できると思い込んでしまうため、結局行動を起こさずに終わってしまいます。一方ですぐやる人は明日のモチベーションを信じません。今、この瞬間に始めなければ、モチベーションが消じすることを知っているので、少しでもアクションを起こしておきます。そして、すぐやる人はすぐやることでモチベーションを高めていきます。心理学。 効果という有名な現象がありますが、これは人間は達成できなかった物事や中断している物事に対して、より強い記憶や印象を持つという現象です。つまり、どんなに小さな一歩だったとしても、初めの一歩でやり残し感を残しておけば完成させたいという欲求が自然と湧き上がるということです。だろう。そモチベーションのセンター、高いうちに少しでもアクションを起こしてゼロを1に変えておくようにしましょう。というわけで、どんどん行きましょう。そう、いうやる人の習慣を2つ目はゴールから逆算して計画を立てるということです。計画を立て方で時系列キー2パターンの立て方があり、1つ目がゴールに向かって順に計画を立てる方法2つ。 ゴールから逆算したい計画を立てる方法です。そして IOLI 研究によると、なんとゴールから逆算したい計画を立てた方が、目標達成率は高まることが判明しており、かつ、より難しいゴール設定をした時きと、逆算したい計画を立てた方が、モチベーションが高まり、プレッシャーが減り、目標達成率は3位高まることまで判明しております。これなんでかっていうと、我々人間には現在バイアスという偏ったものの見方が備わっていて、ついつい目先のどうでもいいことに捉われてしまう傾向があるからです。逆算したい計画を立てた場合は、ゴールという最も重要な場面にピークが合うように、行動が最適化されるので、目標達成し、 しやすくなるんですね。したがって、例えば受験の勉強計画を立てる際にも行き当たりばったりで、無計画に勉強を進める。ではなく、ゴールから1ヶ月の逆算した結果を立てて、それに沿って勉強を進めた方が志望校に合格しやすくなると言えるでしょう。というわけでどんどん行きましょう。次ぐやる人の習慣、3つ目はやるしかない環境に身を置くということです。行動できない方々によくありがちなのが、根性や意志力にといって無理やり動こうとしてしまうことです。例えば勉強を何とか根性で続けようと思っても、今日はだるいから。とか。昨日5時間を勉強したから、今日はサボろうと言い訳をして簡単に。 そこで重要なアクションがやるしかない環境に身を置くということです。例えば、自宅で勉強のやる気が出なくて、ついつい漫画を読んでしまうときには、自習室や図書館に行って勉強してみましょう。すると、勉強しかやることはなくなるので、勝手に勉強を進められてしまいます。すぐやる人は人間の根性がそこまで強くないことを知っているので、どうやったらサボらない環境を作れるのかをまず第一に考えます。というわけで、どんどん行きましょう。すぐに行動できない人は、行動する前に深く考えてしまうという方々が非常に多いです。もちろん実 じっくり考えてから行動した方が成功しやすいなという意見もあるかもしれませんが、大抵の場合、行動を起こしながら考えた方が成功確率も高まります。例えば、テニスを上達させるために、本だけを読んで学んだ人と、実際に練習しながら学んだ人、どちらの方が上手くなるか、日を見るより明らかでしょう。もちろん、取り返しがつかない方は行動する前にじっくり考えておいた方がいいですが、人生に本当に取り返しのつかないことなんて、そうそうありません。だろうと、大抵の場合は、小さく動きながら考えた方がベターです。例えば、数学も、公式や定理をすべて暗記してから問題を解くのではなく、問題を何台も解いていたら、 勝手に公式や定理を暗記しまったという状態が理想ですし、資格試験の勉強も最初からテキストを開いてただ万全で読んでいくのではなく、まずは問題集を一周してみて、よく出題される知識を中心に暗記理解していった方が、はるかに効率よく勉強できますし、モチベーションも維持しやすくなるでしょう。というわけで、どんどん行きましょう水ある人の習慣5つ目は、想定より2倍早く行動を起こすということです。実は我々人間には、計画を立てるときに作業にかかる時間を短く見積もってしまう傾向があるため、想定より2倍早く行動を起こすぐらいが、最も適切であるということが判明しております。これが判明したのが、 モーベル経済学賞受賞者ダニエル・カーネマンの実験です。この実験では大学生を対象に卒業論文を完成するのにどれくらいの期間必要かという質問を2パターンで実施しました。1パターン目は最速でいつまでに提出できるかという質問。2パターン目は予期せぬことが起こったとして、最地でいつまでに提出できそうかという質問です。その結果、最速の見積もりは平均27日。最地の見積もりは平均49日だったんですが、なんと実際の卒業論文の完成には56日間はかかってしまったんですね。つまり最初に予想してもらっていた最地の見積もりすら優に超えてしまい、楽観的に見積もった最速の見積もりに至っては2 2倍以上も計画錯誤を起こしていたんですねこのように我々人間は実に2倍以上も楽観的に計画を立ててしまう傾向があるんですが、これを克服する方法が一つだけあります。ではそれは何なのかというと、それは自身の想定の2倍以上や行動を開始するということです。例えば外出までの準備時間を15分かかると想定している方々は、これからその2倍の30分前から被害等の準備を開始すると間に合いやすくなりますし、定期試験まで1週間もあれば全て対策可能だと想定している方々は、その2倍の2週間前から勉強を開始するようにすると、ぴったり試験当日までに最高の状態と仕上げることは可 実際に僕も3年前にこの計画作業を織り込んだ予定作りをするようになってから準備が間に合わなくなることはほとんどなくなったので皆様にもぜひお勧めしたい一応したテクニックとなっております。というわけでどんどん行きましょう。次ある人の習慣6つ目は最悪の未来を想像するということです。すぐに行動を起こせない方々は一旦想像を未来に飛ばしてみて一日中行動をサボってしまった時の最悪な感情を想像すると驚くほど簡単に行動を起こせるようになります。これなんでかっていうとすぐに行動を起こせず酒沼調してしまう方々は将来の自分が困難に直面しる姿を想像 できてていいななためにに今の自分に甘くなってしまううといこたがって、例えば、本当は勉強しなきゃいけないのに、あー、今日はだるいなーと行動を起こせないときには、今日一日中勉強をサボってしまったという最悪な未来を想像すると、まずいこれでは志望校に落ちてしまうという危機感が湧いてきて、勉強を開始する強い道具となってくれることでしょう。というわけで、ラスト次やる人の習慣7つ目は、100点ではなく80点,点を目指すということです。実は、すぐに行動できない方々の多くは、完璧主義に陥っています。完璧主義って聞くと、何でも完璧にこなしてかっこよそうと思うか 方もいるかもしれませんが、完璧に仕上げようという思いをあまりに強く持ってしまうと、作業に着手するまでのハードルは高くなってしまい、行動を起こせなくなってしまいます。そこで、重要な考え方が100点ではなく、80点を目指すという考え方です。100点を目指す方がかっこいいと思う方もいるかもしれませんが、実は世の中100点だからといって成功するわけではありません。例えば、パレードの遅くによると0点のものを80点にするのに必要な能力を20とすると、80点のものを100点にするのに必要な能力が80もかかってしまいます。そして、生産性という観点から見ると、100点の成果物を100の能力を注いで週に1個作り出すよりも。 10のの成果物をを20ずついいいで週にに5個作りががはるかに効率がいいと言えます実際、日本で一番売れているのは、マクドナルドのハンバーガーや日清のカップヌードルですが、それらが世界で一番美味しいハンバーガーやラーメンかと言われると、そういうわけではないと思います。このように100点ではなかったとしても成功する時はめちゃくちゃあるので、80点でもいいと開き直ることができれば、すぐやる人へと近づけます。しかし、それでも行動を起こせないという方々も多いと思うので、僕がよくかっている具体的な方法を一つだけご紹介させていただくと、それはまずはベータ版を作ってみるという方法です。ベータ版というのは、例えばスマホアプリ、 が、リリースされる準備段階で見られる最低限の機能のみを実装した試作品のことを表すんですが、それと同じようにして、例えばレポートやプレゼン資料を作成する際にも、最初は最低限の形だけを成した。完成度20%ほどの成果物を最初から最後まで一気に作成してしまうと、いうアクションが非常に効果的です。このようにすると、最初の特化かかりのハードが一気に解消されるため、そこから小さな改善を積み重ねていくだけで、最終的に完成度の高い成果物を最速で仕上げることができるようになるでしょう。というわけで。以上7点の習慣のうち、どれか1つでも取り入れていただ,くだけで皆さんも明日か過ぎ。 一気に近づけようになるかと思いますので、ぜひ実践してみたいかがでしょうか。マタルズレイ先ほどご紹介した完璧主義的な性格はうまく乗りこなしてしまいさえすればこれ以上ないほど強力なハグレメタルのケンデルドの最強向けになってくれるよね。超完璧主義対策完璧主義の取り消しと開始等これをガイラス軍でぜひご覧になってみたいかがでしょうか。マタルズレイ高ライコンシルとブロモチャゴンで嬉しいです。ハリーゴストアドした。